はい、始まりました。始まりました。ここです。佐賀田です。これは日々の気になったものを雑談していくラジオです。ポッドキャストでも配信しております。今日喋るテーマ、はい、なんて言ったらいいかな。なんて言おうかな。 OB とかにします。あ、 OB、 あ、腐れ OB にしようか。腐れ OB、 腐れ OB、 悪い OB、うん、にしますわ、はい、まあまあ後で調整するんだけど、はい、うん、あの僕が今日話、はい、ちょっと持ってきたあの材料というか、お願いします。あのさっき一瞬ね、あの、はい、坂田には喋ったけども、あのやべえ OB でさ、はい、まあどのコミュニティでもたまに存在したりするじゃない、まあ、ね、まあ、あの全員がなるわけでもないし、はい、全部じゃないと思うけど、それに俺はもうこれ結構超えられないなっていう、はい、もうトップやば OB、はい、まあ、今となった特級呪物と呼ばせていただいてますけども、はいはい、あの大学 1,2 年生頃まで、はい、坂田 と、一緒にいたサークルじゃない別のサークルに入ってて、はい、それバスケットボールのサークルだったんですが、はい、そこにですね、当時だから俺入った時19とか、はいはい、でその時点で35ぐらいのおじさんがいて、はい、でハッてなるやん。まあ、今これだけ聞いたら、それなんかそのOB の人が集まってるとかそういうこととか、はい、あのなんか E スクールとかで入ってきた人がいるとか、その30歳ぐらいまでは働いててもう一回なんか学び直しで入ってきた、はい、そういうこととかじゃなくて、ノットリスキリング、熟成されたやべえ OB。 これどういうことかというと、あのまあ大学4年生でまあ仮に終わるとして、はい、大学院行ったとって基本にサークルってまあ4年生で終わることが、ね、まあ多いと思うんですけど、それも得てというか、まあなんか彼にとってはその15年ぐらい前に入学し卒業し、そっから多分まあ来続けてる、えとが一周一周下手し、もうちょっと2周目行くんじゃないかぐらいのサークル活動に参加している。参加している。あたり、その週2回、はい、その時は、そのバスケの練習をしてた。まあ練習っていうか、まあバスケを、はい、遊びでやるっていう。一応ちゃんとみんなやってたんだけど、で、っていうその人がいて、いや、その時から俺結構、なんか、ちょっと気持ち悪って思ってて。ほう。なんか、まあその、だってさ、なんか二十歳前後の子らと混じって、はい、35歳のおっさんがなんか一緒にお酒飲んで、うん、キッツみたいな、めっちゃもう飲めないわとか、そのサークル後の、まあ、まあサークル本番というか、その活動した後にみんな飲みに行こうぜみたいなのもしっかり来て、うん、であのなんかあキッツもう飲めないみたいなことをやって、な次の日なんか吐いてめっちゃ気持ち悪いみたいなのをやってて、うん、いややばすぎやばすぎるでしょ。卒業し、てか OB なんですかね。卒業してないじゃん。いやもうそのっていうか俺あれ何が怖いって、その遡れないのよ。例えばだけど、はい、あれってな、その例えば何代か忘れたよ、はい、俺がその時何代何、はい、いや言うじゃん、サークル何代目みたいな、はい、で例えばだけど何期生みたいなことです、ね、そうじゃあ50代だとするじゃん、はいはい、俺がその時例えばね、はい、でじゃあ15個ぐらい上だとして、はい、まあ、35代ぐらいなはずな、はいはい、わけだよ、その人は。そうですね。S さんと言いましょう。はい。S さん。S さんね。でも、その人が35代で本当にそっからいたのかは、あ、俺はわかんないのよ。ホラーやん。ホラーでしょ。まあ、まあ、そういたんだろうけど。はい。てか、これどっちに転んでもホラーなんだよ。35代から50代まで来ててもホラーだし、そのミッシングリンクになったとしても、ホラーだし。突然現れた謎の人で。やばいやん。だって、42代目の人らが、全員、例えばその彼が、S さんが、洗脳をさせて、僕ら同期ですと思い込ませて、まあ、42代前後、プラス、プラマイ4ずつぐらいに、ね、洗脳して、なんか途中から急に入った知らない人だとしても。そう、なんかわかんないし、まあ。まあでもサークルってそういうもんか。そう、だからまあ、なんか全部気持ち悪くて、はい、でその俺その人と、あ、そもそも大学1、2年生終わったけど俺そのサークルはもうほぼほぼ行かなくなっちゃったから、はい、でもまあ一部仲いい人が、まあ仲いいって言っても本当にこの前久々に
何、4年ぶりとかになんか飲んだぐらいの人がいて、はいはい、で、その時にじゃその話になって、S さんの。S さんってさ、みたいな。はい、やばすぎみたいな。あの時もやばいって思ってたけど、自分がいざ社会人になって、はい、まあ、20代後半になって、はい、だから卒業して5年ぐらい、経ったと、はい、今のですら、はい、その大学生1、2年生と混じって、なんかするっていう。バスケ狂気の沙汰でしょ、もうなんであれ。バスケだろうが。まあ確かに。もう、なんか怒り狂ってるでしょ。怒りじゃない、土地狂ってるでしょ。なんか、僕微妙に擁護できる、擁護できるじゃないですけど、うん、その例えばもしですよ、うん、一番美しい形というか、その擁護するストーリーを考えるならってこと、考えるなら、うん、というか、まあ、S さん来るじゃないですか、うん、S さんはまだ大学の頃みたいにバスケしたい、うん、みんなと遊びたい、うん、っていう思いからやってきてるじゃないですか。キモすぎるやろ。で、まあ、それをそれよしとしましょう、とりあえず一回、はい。そういう気持ちがあると。うん、社会人サークルとかありますけど、うん、まあ、よしとしましょう。うん、そのでみんな、その、離れてる人たちも、特に何も思ってないみたいな。うん、え、離れてるっていうのは？その、現役生たち。うん、現役のバスケサークル部員というか、サークル員。その S さんのことをね、 S さんのことを別に何も思ってなくて、うん、楽しくバスケやってるんだったら、もう一応そんな感じではあったけど、じゃあいいんじゃないですか。いや、あかんやろ。何がですか。あかんよ。何が。いや、その18歳とか19歳とかの女の子もいるわけよ。はい。で35歳のおっさん、はい、あったらあかんよ。いや、あかんよ。19歳ならいいんじゃない。ダメ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 でしょ。いや、だからもうその、なんだろう、その犯罪だけしてないですみたいな。まあまあ、殴ってないだけと一緒で、犯罪だけしてない。捕まってないだけない。法で裁けてないだけ。じゃあ、ハライチとかみたいなこと。そう。まあ、俺そこをなんかどうか言うつもり全然こんな回じゃないけど、はい、いや、なんていうか、その、いや、何が悪いのっていうのを、はい、そう言い出したら、はい、もう俺終わりやと思ってて。なんかそんなの言い出したら、犯罪じゃないことは、全て良しとされると。全部別になんか何が悪いのってなるけど、いや、これは、じゃあ何が悪いかを言うとすると、はい、もう危険性のリスクをはらんでるか否かやと思う。実際に。S さん危険なんですか？いや、違う、危険じゃないかもしれんけど、はい、危険かもしれん。これは、そういった場合に、これなんで危ないかって、もうちゃんと言うと、はい、あの、いや、俺はもう、そいつダメやと思う。アウトやと思ってるんだけど、はい、何悪いかもしれないけどね。はい、けどもうその時点で悪いと思ってって来てる時点で、はい、だってじゃあ例えばちょっと、うん、その人は別に攻撃的な性格ではないけど、はい、なんかこう攻撃的な振りをするとか、はい、ちょっとこう いじる側、まあ、ある種パワハラチックなのができやすいじゃない。まあそうですね、下の人から来て気使いますよね。そうで、みんな言ったら一番その時の上の人、はい、大学生の中でいう幹事長だったりとか、はい、まあ大学 3,4 年生の、はいの人ですら、その人には別に敬語で使うって、でも気使ってるわけよ。はい、っていうのが、そんなやつは、やっぱ基本いたらダメやと思うね。ああ、その、パワーバランス的な話。そう、パワーバランス的に、なんか、なんか被害が出た時の感じが、なりうるというか。確なんか、S さん、僕も、疑問というかしかないんですけど、その、90分やろ、こいつ。S さんが、うん、なんか、どういう理由で来てたのかが。え、多分ね、変な人やったのよ。ちょっと、きつい言葉で言うならば、はい、別に見た目がこう、シャキッとしてるわけでもないし、はい、すごくコミュニケーション能力が高いとは思えないし、はいはい、今思う、俺、この、20後半になって、はい、さてかもう30手前になって思う、はい、35歳前後で、まあ、振る舞いというか、はい、なんか、話し方とかで、はい、結構やっぱ社会人的に結構きつい、きついと思ってて。だから来てたんですかね。そうで、だから同年代の友達が少ない。ないし、いない。はい。まあ、で、いたら来ない気します。いたら来ないやん。来ないし、止められると思うの、俺。まともな友達がいて、俺、坂田が、今でも、あのサークルに、あのサークルとかに、はい、1年生とちょっとこの飲み行くわみたいなやったら、結構キモいねお前って俺も全然言うと思うよ。そういう
みんなで集まる会は別よ。はい、みんなで、この、OB とかで集まるのは、一旦別とし、とか、まあ、仲いい、何人か、がたまたまいるとかは、まだわかるけど、はい、その、サークルというコミュニティに、はい、なんか、一応オフィシャルな、側を被ったところに OB ずらしていってたら、はい、いや、もうあかんやろって、俺らも言うと思うし、みんなもどう扱っていいかわかんないし、ね。そう、わかんないじゃん。で、その時ももうなんか、S さん、あ、S さん今日来てくれたんすかみたいな。いやいや、来てくれたとか言うなよって俺思った。いやいや、入れてあげたやし。こっち、なんか。なるほど。その、大学生側が、その、岸尾さんを仲間に入れてあげているという構造やから、はい、その、来てくれたみたいな言い方、すんな、言わんよ、はい。言わんけど、心の中では、俺ずっとそれあったの、はい。なんか、その構造ごと気持ち悪いというか。はい、寂しかったんじゃないですか、ね、いや、だからダメでしょ、そんな。理由ならんやろ。なんか、どうしたらよかったんですかね。いや、来ちゃダメ。そんな。だから S さんが、なんて言ったんですかね。なんか、僕も、言いようだなって思うんですよ。うん、もし、今のサークルに、今サークルっていうか、まあ、その、かつて。うん。まあ、我々が所属してたサークルに、10個上以上の OB が、毎回参加してて、うん、ああ、でも僕なんか、逆に仲良くなっちゃいそうだな。ちょっとそんな感じしません？する。でもダメ。ダメ。だって、言いづらいかもしれんやん。ちょっともう来んのやめてもらっていいですかって、言えるかって言ったらさ、はい、言えないやん。だからもうその可能性がある時点で、そんな下には行っちゃダメだと思ってて。なるほど。そういうの与える時点で。そう。下から誘う分には。今いいけど、下から言いづらい、はい、構造ができうるっていうところに、多分それに気づけてないのか、気づいても、見て見ぬふりをしてるのか、知らんけど、どっちにしろめっちゃ気持ち悪くて、で、俺、で、多分みんな、なんか、人によっては、なんか、変わってんな、とか、なんか、すごいよね、37歳になってきてんの、とかは、ちょっといじりっぽく言ったりとか、はい、おじさんだから、みたいな、とかは、はい、いじりであったよ、はい、当時から。でも、俺は、なんか、ほんまにめっちゃ嫌いで、いや、小賀さんが嫌いのだけじゃないですか、いや、違う、俺だけじゃないよ。はい、その、俺の中、多分仲良かった人は、結構、近しい感覚を持ってて、はいはい、いやだってそのなんやろな、きつすぎるやろなんか悲しさを感じるというか、その男でおっさんでなんかそうやってきてるのきつすぎると思って、で一個ね、はい、ちょっとその俺のさっき言った、はい、ピリつかした事件があった。俺 S さんを、いや S さんをというか S さんに対する言動において周りを、はい、で別にもちろん俺その攻撃的なこと言わないし、はい、なんか喧嘩腰でなんか言うことって、はい、なんかまあないって思うと思うし、俺も実際ないんだけど、でもさっき言ってたみたいにその S さん S さん来てくれたんですかって言った時に、でっていうのが俺が、はい、いや来てくれたじゃねえだろって心の中でも思いすぎてて、はい、出ちゃった。そのスタンスがもろ出てしまった時があって、はい、で、で、しかもちょっとイラついたのもあったんだけど、はい、何があったかというと、はい、飲み会で、はい、まあ俺飲み会来てるのも変やなと思ってたけど、大体いつもなんかこう飲みますみたいな。はい、なんか今日。S さんが ?S さんが結構、今日きつい。いや今日なんか結構しんどいんですけど、飲みますみたいな。明日からなんか仕事あるんですけど、飲みますみたいな。キモと思ってて。で、大体その次の人から、そのツイッターとかで、はい、なんかめっちゃ気持ち悪い、なんかめっちゃ吐いて止まらないとか言ってんのよ。やばすぎるやん。で、っていうのもあった上でよ。はい、ちょっと背景、はい、その、はい、ちょっと共有したんやけど。いろいろ、はい、で、なんやったかな。なんかその、俺が、まあ、初めましてから、まあ、少し1、2ヶ月経って、はい、ちょっとこう仲良くというか、まあまあ、どんな人柄かっていうのはお互い分かってきたぐらいの時に、飲みます、みたいな。はい、あ、で、俺誕生日やったんかな。俺が。小賀さんの。そう。の付近か、ちょっと忘れたけど、なんか、要は一応ちょっと構造上、その、ちょっと、その、俺の、まあ、なんとかおめでとうで飲みます、はいはいはい、みたいな、振りを、なんかしてたのかな、はい。で、なんか、ありがとうございます、みたいな感じで、はい、なんか、まあ、最初飲んでたから、はい、その、会の終盤になっても、はい、なんか横に来ては、なんか、ちょっともう一杯、飲みます、みたいな。俺に言ってくんのよ。え？ S さんが飲んでんすか？S さんが。どういうこと？ S さんが、なんか飲みますみたいなことを、自分でね、S さんが、自分でお酒を、今日はなんか、例えばやけど、はい、告白の誕生日近いか、はい、近いというか、まあ誕生日やったから、
なんか、僕今ずっと、古賀さんが飲んでるんやと思ってた。あ、違う違う、俺飲んでる。古賀さんが誕生日だから、今日誕生日だよ、俺飲みますみたいな。あ、俺じゃないよ。つって、俺そんなの言わないよ。そういう、なんかわかんない。乗りをさせられてたみたいな。させた、あったかわかんないですけど、あ、違う違う違う。誕生日なのに S さんが飲んでるって、S さん問わず、別のサークルの人、サークル員、うん、関係ないやん。そうなんですよ。関係ないやんか。古賀さんの誕生日だから、古賀さんがフィーチャーされて、古賀さんがめっちゃ今日は飲む日みたいな話かと思って。100歩譲ってね。はい。そう。でもそれでもないし、俺別にそんなことしないし。はい。なんかその、で、なんかホテルごとに、なんか、今日は飲まさせていただきますみたいな。なんか言ってくんのよ。はい、で、俺さ、だんだんムカつきすぎて。ムカつきすぎて。で、ほんとその時大学1年生よ。はい。19、20歳とか。はい。20歳ぐらい。はい。向こう30。はい。で、いやでもやっぱ俺、なんかどっかで俺、こいつ、ダメだなと思ったなんかさ、なんかその、人間として、はい、こいつダメだったなと。なんかどっかで、はい、多分ちょっとお、はい、なんかね、もう、一個思ったのよ。なんか そういうノリがあまりにもしつこくて、はい。で、なんか女の子とかにも言うの。はい。その、例えば俺が4月生まれで、はい、4月生まれ他の子いたら、なんか、あ、だいだいちゃん、流れにも、今日誕生日、あ、今月誕生日、あ、じゃあ、飲まさせていただきますみたいなこと言ってるから、なんかその、自分にというかもう、その、いろんな被害を被ってる、はい、大学生でもない35歳のおっさんっていうのになんか、はい、イラつきすぎて、はい、なんか、ちょっと我慢してたけど、はい、もう一回来た時に、じゃあ、飲めますって言った時に、あ、どうぞって言ったんやと俺。冷た。どうぞ。結構攻撃的に、はい、もう、あえてぐらいの感じで。はい、もうちょっとこいつ嫌悪を出してんのを、はい、分からせないと。あ、もろ差しやろうと思って。別に俺悪くないし、はい、なんかみんな、ちょっと、1年生の子嫌がったの。その感じ。はい、ってか、引いてたというか。はい、もうなんか、和気あいじゃなかった。そう。だし、もっと細かいこと言うと、はい、俺、浪人してたから、しかも4月生まれだったから、大学1年生のすぐ20歳になったのよ。けど、ほとんどの人は19になる年だし、ほぼ未成年なわけだよね。はい、で、別に、まあ、そこって結構ノリなところは、大学生はありつつも、まあはい、ありつつもよ、はい。それは大学生自身が言う立場だって、お前はそこは止めるべきやと、そこおかしいだろって、俺結構思ってて、はい、その時に結構謎のジャスティス出ちゃって、ジャスティスしてますね。結構ジャスティスなんだけど、でも多分それ嫌いすぎて、そこすらイラついたの。なんか、ちゃんとした大人なのに、止める側なきゃダメじゃん。はい、もっと言うなら、はい、万が一3年生とかが飲もうよとかって大学1年生とかに強要してたら言ってたら、いやさすがにダメだよってお前は言う立場だろうと、そうかもしれないですね、結構強く思って、で飲ませていただきますとかもムカつきすぎて、なんか顔も見ずに、あ、どうぞって言ったよ。怖っ。むっちゃ攻撃的に。でしたらその幹事長とか3年生の人が、はい、いやどうぞじゃないでしょって言ってきたの。おで、え、で、俺、結構健康がし、うん、え、じゃあ、え、なんすかって言ったら、なんか、うん、いや、お願いしますだろって言ってきた、うん。で、え、どういうことっすかって。でも、完全にここ、はい、生意気1年生だよね、もう。そう、なってる。でも、俺、その時、いや、どう考えても間違ってないよっていう、はい、結構、確信があって、はい、っていうか、何がともあれ、はい、こいつがキモすぎると。はい、S が、キモすぎるし、はい、あの、バーンって、例えば、警察が入ってきたとして、はい、何も悪いことじゃないけど、はい、何やってんだってなった時に、多分、まあ、S さんが5秒で言う。有罪だし、どう考えても、俺は、ミスってないと。っていう、なんかもう、ちょっと怒りが、あんまり俺人怒るとかないんだけど、はい、そこで、結構強気に、なんか、はい、どういうことですかみたいな。向こう3年生よ。はい、3年、35歳、3年生で、はい、なんか。1年生から 3年生なんで。結構ちょっと上に見えますよね。でも、俺はそのヘコヘコしてる3年生にすらちょっとイラついたから、はい、なんか、お願いしますだろって言って、はい、いや、お願いしますおかしくないですかみたいな。別に頼んでないですし、みたいな。で、結構言って、なんか、まあ、そしたらなんかみんな、まあ、まあ、みたいな、はい。って言うから、いや、別に俺、まあまあとかじゃなくて、怒ってなくて、おかしくないみたいな感じで、俺が、こう、追い打ちするわけはないけど、はい、なんか、ちょっと、なんか、そんな言わずにさ、って言うから、いや別に俺は言ってないけどね、みたいな。いや、おかしくないみたいな感じで。結構、あの、キモ35歳ぶち切る、ぶった切るっていうことを。S さんどんな顔してたの？やったことがあったのを、はい、なんで今日その話をしたかというとですね、はい、ちょっと行き道に、はい、その時当時使ってた居酒屋を通る。
その場所。そう、その場所。受験現場、そういうのがあって、むちゃくちゃ思い出して。で、今月ね、さっき言ったその当時の仲良かった友達と、本当に4、5年ぶりぐらいに会って、話したね。この話をして、で、S さんってさ、みたいな。はい、いや、今なんか自分たちが大人になって、大人っていうか、社会人何年目とかなって思うけど、あれダメじゃないみたいな。気持ち悪すぎじゃないみたいな話が出て、思い出ちょっといろいろ最近そのアップデートがあって、はい、で、昨日なんかツイッターでなんか酒飲んで応援、応援みたいなことを、はい、見て、もうまた、はい、俺繋がってんだけど、はい、いや、これ OK ラジオって話すのありだなとちょっと思ってて。まだ言ってる。当時35で。まあ今40ぐらいじゃない、まあもっとか。40。ですね。30手前、あ、33から35ぐらいの間だったけど。だからまあ40代だとして。40代。いや、マジでピーターパンっすね。いや、結構グロいっしょ。いや、なんか、いや、グロいし、自分がそうだったら、うん、むしろ、なんかその、どんな些細な、うん、向こうが本当に良いと思っていたとしても、うん、なんか、なんの気なしもどうぞ、みたいな、冷たい対応っぽく感じた瞬間に、うん、やっぱダメだよな、というか、そう、ドキッとその、するじゃん。なんか、逆に過剰に反応しちゃって、うん、とか、まあ、生きづらくなるというか、生きづらくなるっていうのはその違うよなって思うんですけど、そのなんかなんでなんですか。でもその一方でなんか大学生の時みたいなはしゃぎ方をしたい自分もいるんですよ。それは大学生に別に混じりたいわけじゃないんですけど、多分混じったらむしろなんでこんなこんなってたらですけど、こうなんかキャッキキャッキャ本当少年みたいな人だと別にたあほん楽しく楽しくないですか。ないでしょ。てか俺楽し仮によ、はい、楽しかったとしてもそこはなんかコミュニティを絞ってほしいというか、どうだったらよかったんですかね。なんだやろな、あの違和感っていうね。ちょっと特急事物のおじさんの話を。いや、僕は80までサークルいてほしいですけど。いや、基本すぎる。あと俺もう一個追い打ちした話して、はい、追加で、はい、さっきあのあどうぞって言った時に、はい、でなんか夏合宿とかも来るのよ。サークルって大学生のなんか夏合宿とかいう名前は合宿とかついてるけど、まあ旅行みたいな、まあ旅行遊びみたいなのが大学生よくやるじゃないですか。はい。で、それにも来るのよ。S さん。うん。で、なんか、しかも来る感じが、なんか、このためにこう休み取りましたみたいな。うるせえな。いや、なんか、いや、仕事しろよみたいな。てか、何してんのみたいな。で、その時に、その S さんがいない時に、そのサークルの幹事長というか、その時の2、3年生くらいかな、はい、が、なんか、もうその S さん、なんか、この前、あの、夏合宿行っていいのかなって悩んでたよ、みたいな。そう喋って、うん、まあ、俺も含めた、こう、何人かで、はいはいはい、わーって喋ってる感じで、はい、いや、なんか、その、来たら、なんか気まずいかなとか言って、ちょっと気にしてたよ、みたいな。あるんや。って言ってて、で、って言った時に、俺が、いや、そらそうでしょって言って、はい、その、だって、いや、そう思うやろ。思うやろうし、はい、ちょっとでも思うなら、絶対来んなよと思って。行きたかったんだな。いや、ダメやって。なんかその、なんか上がちょっとその、あれかも、なんかちょっと上の人が、自分の欲、はい、そうですね。に、を制御できてなくて、その下の台にこぼれてる感じがキモすぎるのかも。なるほどな。そこが一番なんか、いや。ぶった切って嫌判定。悲しいですね。なんか、いろいろ悲しいですね。ちょっと今日めっちゃ俺が喋っちゃったけど、今回。S さんなぁ。でもやっぱ、もう、僕、最初聞いてた時に、その、ずっとサークルに来てて、つって、うん、なんか聞いてた話、結構来てません？何か？そのサークル活動に。いや、結構でもフル出場。マジ？週に練習っていうかバスケをするんだけど、はい、まあ、うん、1.8 は来てるよね、平均して。じゃあ月8回やったとしたら7回は来てて、その断るごとの、まあ春とか夏とかでやる合宿的なやつ、はい、イベントみたいな。絶対来る。ずっとそれを。いや、なんかマジで、若干話変わってくるな。いや、変わってくるよね。そう、てっきりなんか、その、二ヶ月に一回とか来て、あ、違う。それでさえ、いや、多くね、いや、みたいな
感じでなってるのかと思ったら、フル出場。フル出場、そう。いや、なんて言ったらいいんですかね。どういうポジションなんですかね。サークル員。いや、だから、ね。卒業もしてないですよね、気持ちは。そう。だから逆幽霊部員みたいな。3年生とかが、その、あんのよ、その卒業。卒業じゃないか。引退の会みたいな。はい、引退試合とか、引退のみみたいな。はい、いや、お前どんなつもりなんでお前だけ、なんか、また来年だったら、新しく、いや、変な感じしないのかなみたいな。なんか、幽霊なんじゃないいやいや、本当に。年取る幽霊なんじゃないですか。その、あるじゃないですか、たまにあの、このが、クラナドみたいな、この学校から卒業できない。で、幽霊になっちゃって、死んじゃって途中で。いや、ほで、卒業できないままずっと重ねてるみたいな、設定の話ってあるじゃないですか、よく。それじゃん。うん、いや、ほんとよ。だから、エンドレスエイトみたいなことですよね、鈴宮春日で言ったら。ちょっとそれわからんけど。その、なんかやり残したことがあるんですよ、S さんは。絶対。だから、それが達成するまで来てんすよ。いや、お化けやん、マジで。ほんまもんのお化けやん。何やり残したんだろうな。しかもさ、はい、なんか別に、なんか SE の仕事をやってる人だな、当時。はい、今は知らんけど、はい。で、いや、やばいっしょ、みたいな。今思っても。SE は全員やばいっしょ。いや、ほんとに。SE やばいっしょ。文学部の人だったのかな、もともと。文学部、そっか。OB だから、大学は一緒まあ、正しいならば、彼の話を信じるならば、はい、文学部だったらしい。はい、で、いや、まあ、そんなんどうでもいいんやけど、はい、別に。そのおっさんが何学部だろうが、クソ興味ないんやけど。いや、ちょっと、気持ちいいますね。もう。というね、話でございました。はい。S さん。本当にやめた方がいいっす。S さん。S さんみたいなことをするのマジでやめた方がいいっす。社会人サークルとか入ったらいいかもしれないですね。そう、もうね、せめてね、ちょっと、なんだろうな、うん。もう20代、あ、10代とかがおるとこ行くのマジやめようぜと思うけどね。10代と遊びたいおじさん。希少すぎる。終わろう。はい。じゃあ、ポッドキャストでも配信しております。Google、Apple、Amazon、Spotify、お好きなプラットフォームで聞いてください。はい。ではありました。ありがとうございました。ありがとうございました。